下町の技術と全国の企業がマッチングする展示商談会足立メッセが開催されました。今年で6回目の開催となる足立メッセ。1300のビジネスが動く日、下町 IoT でつながるものづくりをテーマに200社を超える多彩な中小企業が集まりました。企業はそれぞれのブースで自社の下町ならではの製品や特色をアピールしながら他社との交流を図りました。また27日にはビジネスセミナーとしてロンドンオリンピック自動車日本代表監督松本人志さんや株式会社三井住友銀行による講演も行われました。以上、足立メッセの会場から足立区経済新聞がお伝えしました。